代シアムコーチです。サンティコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題は2022年10月末から2023年1月末までのゴールドドル、ニューヨーク株、日経平均を見てみるとということで、1つ目ゴールドドル10月26日1663ドル、4月26日1944ドル、2つ目ニューヨークダウ平均10月26日31945ドル、4月26日33764ドル、3つ目日経平均10月26日27532円、4月26日27361円、4つ目不景気とかインフレとか大騒ぎしているが大きな指標は値上がり傾向、現金の価値がないのは明白化ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今日は直近3ヶ月ですね。これ1月26日に撮影しているので、10月26日、2022年の10月26日から、まあ、今日1月26日までのゴールドとドル、ニューヨーク株、あと日経平均を見てみたというのが今日のテーマです。で、1つ目ゴールドドルが1663が1944ドルということで、これ3ヶ月間でなんと 116.9% の値上がりということで、まあ、最近のこのゴールドドルのゴールド側ですね、伸びがかなり強いということで、まあ、2000ドルを超えてきそうな勢いが、久々に出てきています。で、まあ、現物金のもう本物ってことですね、本物のゴールドも強いし、先物も強いという感じです。まあ、これ前にもよくお話ししてるんですが、まあ、インフレなので人件費上がったり輸送費上がったり、補修ですね、保安の部分で値上がりしたり、生成のコストも上がっているので、まあ、ゴールド自体も値上がりしているとは思うんですが、それにも増して強いと。で、まあ、今もドイツが戦車を送るかどうかみたいなことをロシア・ウクライナ戦争で言ってるので、この戦争の拡大についてもちょっと懸念材料があるのかなというのがこのゴールドドルです。で、2つ目ニューヨークダウ平均ですね、10月26日が31945ドルで、これが33764ドルということで、比率としては 105.7%、 まあピークに確か3万7000ドルぐらいいったので、まだ 10% ぐらい安いんですが、少し持ち直しをしてきているのがこのニューヨークダウ平均です。で、まあ、特にGAFA 系ですね、 IT 系の企業で大リストラも数万人規模でリストラをしていっているので、まあ、かなり業績が回復するのではないかという見通しが立ってきているかなという感じです。で、まあ、これは日本の企業だともうどうしてもできない、大リストラとかできないので、まあ、これがアメリカの強さ、仕事ができる人だけ残って少数精鋭で利益を稼いでいって、また業績が上がると人を雇っていくような流れになっています。まあ、この結果生産性が高いのがアメリカで、もう全然生産性が上がらないのが日本という感じだというふうに思います。で、3つ目日経平均が10月26日で27532円、4月26で27361円ということで、まあ、これは若干割り込んでるんですが、それでも 99.4% ということで、まあ、ほとんど下げてないということは非常にマシかなという感じです。で、やっと値上げをし始めたのが日本の企業と、まあ、インフレに入ってきたということで、まあ、これから業績はかなり期待できるのかなということと、ユニクロとかでは昇給4割ぐらい上げるみたいな話が出ています。まあ、ちょっとただ遅すぎと、もう本当に税金は払わないし、給料も払わない会社だったと。で、中国製造の商品とか多くて、要は中国にお金をたくさん払いながら、日本国民に給料払わないのがユニクロという会社だったと思うんですが、まあ、ここでやっと給料を上げるという決断をしたという感じです。まあ、おそらく相当叩かれるのを懸念してなのか、まあ、お金かなり余ってたはずなんですけど、やっと昇給したのがユニクロと、まあ、お金持ってる会社なので、そこで昇給したので他の会社も追随していくということが、これから上場会社で起きるかなという感じです。まあ、全体としてはもう日本は本当に遅いし、無駄が多すぎと、デジタル化も非常に遅いので、無駄な人員がいるから給料が上がらないっていうのが私の見立てです。もうずっとこの話ばかり。無駄な人が多くてリストラもできないし、無駄な人が多くてデジタル化も進まないしっていうのが今の状況です。4つ目、不景気とかインフレとか大騒ぎしているが、大きな指標は値上がり傾向。
現金の価値がないのは明白かということで、まあ、とにかく現金の価値が今なくなってきているのが、大きなところかなと。で、まあ、これゴールドが上がるとかニューヨーク株が上がるとか日経平均がまあまあだとかっていうのはあんまりニュースに上がってないのかなという感じですね。まあ、とにかく現金の価値がなくなってしまっては困るから、その他のところには目を向けさせない政策なのかなという感じです。で、まあ、金持ちは今言った通り株を買っていたりゴールドを買っていたりするので、まあ、想像以上に強いかなという感じです。まあ、特にアメリカですね。で、もう今日のこの話を見ていくと、日本人は本当にお金を増やすっていうことを、まあ、真剣に考えていった方がいいかなということが、この数字を見ても見て取れたと。まあ、これ私自身その株を買えとかゴールドを買えとかっていう風な感じではなく、もっと情報に精通していてですね、お金を稼ぐ方法は実はいっぱいあるので、まあ、それもう物販もあるし、インスタグラマーとかユーチューバーとかもあるし、副業系でお金を稼ぐっていうことを本当に考えていかないと、まあ、これから上場会社は給料上がるかもしれないんですが、中小企業とか給料多分上がらないですし、まあ、今のインフレ傾向ですね、東京電力が電気代3割とか4割とか上げるみたいな話になってきているので、もうお金本当に追いつかないかなっていう感じです。で、さらに増税していくことを考えているので、本当にこれお金の増やし方っていうのは今本当にやっていくべきかなというふうに思います。本日の動画がためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、まあ、今日の質問ではないんですが、何か質問があればですね、コメント欄にご記載いただければと思います。あとチャンネル登録、基本的にこのチャンネルではアンティークコイン投資でお金を増やす、守るということに対して動画作りをしています。まあ、あとは投資の話、経済の話、支配者論から陰謀論から心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画が1本ついてまして、動画見た人にですね、30分間、Zoom でオンラインで個別相談というのをやってます。水曜日と日曜日にやっています。ほとんど埋まっているので、もし埋まっている場合には、日時調整してくれということで、LINE で送っていただければと思います。あと、Zoom わからない人多いんですが、Zoom はノートパソコン、スマートフォン、タブレットの人は、私が送るリンクをクリックするだけです。デスクトップの人は最低でもマイク必要なので、マイクご用意の上で申し込んでいただければと思います。まあ、それもわからない人は電話でも実はやってたりするので、気になる方はですね、一回 LINE に登録してお申し込みしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。